네. 소니아, 제르다가 라울様, 明日の魔王との決戦の前に お伝えしておきたいことがあります。 この時代に来たきっかけは地下で眠っていた男でした。それで遺跡により変貌したガノンドロフの姿を見た時、私は確信しました。地下で目覚めたのは彼だと。あの男はついえなかった。私のいた時代まで生き延びていたのです。 残る全軍による決戦で魔王ガノンドロフを倒すことはできません。そしてラール様、それでも私はやらねばならぬ。 あれは我がおごりにより生まれた。その過ちは償わねばならぬ。そして何よりも私はハイラルの王だ。王は民を、国を守り育むのが務め。たとえこの命を賭しても。な、 もしもあの男を倒すことが叶わぬ時は、君の言っていた大魔の剣を持つ剣士リンク殿に全てを託そう。しかしそれは君がこの世界に現れなかった未来、今はここにいてくれる。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに 意味があると思っているよ。